内田篤人、練習試合に先発出場。シャルケでは207日ぶり実戦復帰。日本代表ディフェンダー内田篤人が、所属するシャルケは4日、TSV シュタインバッハ、6部、と、練習試合を行い、6-0 で勝利を収めた。内田は先発し、前半だけプレイ。シャルケの一員としては実に、207日ぶりとなるカムバックを、果たしている。2月9日、大ハノーファー戦で太もも、裏の肉離れを負い戦列を、離れた内田は、驚異的な回復を見せて、ブラジル、ワールドカップに出場。しかし今夏、チームに合流してから室外懸念を、発症し、再び個人での調整が、続いていた。4日、ドイツ紙、ビルト、が報じた内容によると、現役時代に同じく室外懸念に、悩まされたチームマネージャーの、ホルスト、ヘルト氏は、内田について、我々にとって、非常に重要な選手だ。だからこそ、慎重にならなければならない。今日痛くても、明日は痛くない。なんてことも、ザラにある。慢性的な痛みに苦しめられる可能性があるため、安易に考えてはいけないんだ、と、話しているという。また、同氏は、最悪の場合、室外犬を除去する必要があり、その後は膝をまっすぐ伸ばすことも、不可能になる、とも、記している。しかし、同マネージャーが話したように、内田がシャルケの重要な戦力と、考えられているのは明らか。同選手が開幕に間に合わないことが、判明しようとも、同クラブは今夏、右サイドバックの補強を、行っていない。13日に行われるブンデスリーガ第3節の、ボルシアメートル G 戦で内田が、復帰できるか、イェンス、ケラー監督を含め、首脳陣は注意深く、見守っていくようだ。